画面の前の皆様、こんにちは、うつぼです。では今回は、バイオハザードオペレーションラクーンシティ、エコーシックス側のプレイをやっていきたいと思います。よろしくお願いします。実は、昨日なんですが、バイオハザード、RE3、3のリメイク版ですね、これが届きました。ようやく届いたわけなんですが、とりあえずは、このバイオハザードラクーン、オペレーションラクーンシティは、このエコーシックス側のミッションは全てクリアしてから、クリアはまではやっていきたいと思いますので、頑張っていきたいと思います。では前回は、ナッシング・ウィザーズ・イッツ・チームズ、これをクリアしたので、今回は、ルース・オブ・オール・エビル、赤の源、これをやっていきたいと思います。さあ、では今回はショーナを使っていきたいと思います。喋っているウイルスショット、使用メイン武器は、このスナイパーライフルの、アンチマテリアル。じゃあハンドガンはサムライエッジですね。コマンド。そう、ウィリアムを撃退したところですね。あの音は何でしょう。救急スプレーもありますね。
さあアンブレラのロゴ入り口を見つけました。この先ですね。6からコマンドへ。こちらはアンブレラ施設に到達した。ミッションの更新を願う。エコー6了解した。次のミッションは情報の回収だ。司令室に行けば情報がどこにあるか分かるだろう。一度入った人はすぐ抜けちゃったようですね。私たちは世界中に薬品、家庭用品を販売していることで知られています。しかしそれだけではなく、バイオ工学や遺伝工学のパイオニアでもあるのです。
なた方に担当していただく研究の一つは、我が社が誇る D ウイルスを広範囲にわたって研究することです。この革命的なウイルスによりクライアントが望むままに。コマンド、施設の構造図をそちらに送信中。了解、構造図を受信した。 D ウイルスでこの感染が始まり、 G ウイルスにより最悪の事態になりうる。その通りだろう。 G ウイルスのサンプルが必要だ。 BOW プログラミング研究室を調べてくれ。オートタレットがありますね。
たりダウンしましたが、先に進めてイベントで復活としましょうか。ここは先ほどのところには、難易度が低いので、悪いですね。さあ、この上ですね。平らと思いますね。かわいい、チェリーだ。なんてことだ、彼女がジウイルスを浮遊していたとは。マジ？もっと早く知ってたらよかった。シェリーを見つけるしかない。しかし、まずはタイラントのプログラムをストップしろ。タイラントにシェリーを追跡させるわけにはいかん。装置が起動されました。全員即時に避難してください。
も言っていたようですね。パラサイトがタイラントに取り付いたところで終了しましたね。はい、いかがでしたでしょうか。今回はバイオハザードオペレーションラクーンシティ、エコー6側の続きをやっていきました。今回は、1回死んでしまいましたが、なんとかクリアしましたね。ということで、またバイオハザードオペレーションランクルシーやっていくときは頑張っていきたいと思いますので、どうぞご視聴よろしくお願いします。今回ありがとうございました。うつぼでした。